はい、どうもゴズさんです。トレクルの新しいフジトラのスゴフェスが来たの でレベッカ、キュロス、ベラミー、ビオラの4体が普通の新キャラで追加されているので狙っていきたいと思いますが、今回意外と厳しくて33連の確定の赤髪がなくなって55連と77連の時だけですね、赤髪が出ると。でそれ以外の、まあ、1回目は相変わらずのオール金確定で、まあ、この時に新キャラの確率が多分普通の時より全然いいはずなんですよね。なので新キャラ狙う時はこの10連をやるのがおすすめで、まあ、大体 3% ベラミーが高いですね。ベラミーが高くてキュロスが今低かったのかな。フジトラは 0.3%、 330分の1、うん、なのでまあまあほぼ出ない感じですね。で55連目の確定の時が赤髪確定の中で 8.5% か 8.56 なので、まあ12分の1ぐらいでフジトラが出るということので、やっぱりまあ新キャラ追加の時の月末はもう狙うのかなり厳しいですね。まあ、なんかここ最近意外と出てますけど。で10連いきましょう。2、3、まあ、全部金なので赤髪が出れば、ちょっとなんか動画がなんか飛んだ、はいはい、まあ、止まるまでちょっと早くいきましょう。いっぱい引くことになる。あ、止まった。はい、まあ、ベラミ1体目ですね。ありがとうございます。新キャラ、あれ、まあ、やっぱ10連の時は新キャラ意外と出ますね。ベラミー2体と11枚目は、はいはい、まあここら辺ちょっとね交換して、もうボックスがパンパンなんで20連したらもう多分溢れちゃうんで売りながらやっていきましょう。はい、22連目いきます。4、5、6、7、うん、なんかすげえ飛んでるな、なんかカクカクしてます。まあ金あんまり多くなかったです。はいはい、止まらないな。あ、止まった。はい、ビオラか。進化後かな、これ。はいはい。で、今、フェラミーとビオラ、ちょっと、ケロスとベッカ欲しいんですけど、まあ、2体。で、ビオラはもう進化後出たので。はい。じゃあ、ちょっと整理していきましょう。いきましょう。じゃあ33連目いきます。赤髪まだ出てないな。起きた。ありがとうございます。で、これで30連で1枚か。まあ、大体そんなもんですね、確率的には。3. 何パーセントみたいな感じなので、いつも通りかな。さあ。はいはい。かなりかぶってるね。さあ。あとは止まるか。あ、またベラミーか。ベラミー3体目で。はいはい。まあ、ここそうですね。最後確定で。進化前のビオラで。うん、まだ2体しか出てないですね。どうすレベッカー狙いでいきましょう。40連目ね。5、6、まあ、半々ぐらいかな、金と銀。さあ止まるか。おー、止まった。ありがとうございます。あれ、また進化後。おー、はい、ピオラとキュロスが進化ごとに入って意外といいな。ちょっと赤髪まだ1枚しか出てないですけど、あれ、さっきの11体目これじゃなかったか。はい、じゃあちょっと課金もしたのでいきましょう。これで今回赤髪確定かな。はい、55連目いきます。金は良いというか、なんかすごいな、取れてないですね。おー、マジか。入ってもらわない。はい、確定は、あー、マジか。まあ悪くないですけど、はい、なんか登場した時すごいバギー引けたんですけど、その後あんまり引けてないので久しぶりです。さあ66連目いきます。はい、3枚、金3、え、3枚だけ。うわ、ひどいひどい、止まらない。はい、ちょっとひどいな、この30連ぐらい。はいはい、じゃあこれで70連目
に行きましょう。で、これが酒場にいるキャラ確定かな。はい、1、2、5、6、お金だらけ。おお、さっきの23枚の振り戻しみたいな感じですね。さあ止まれ。あ、止まった。はい、ありがとうございます。無事これで全員来たか。はい、おえ、進化後持ってなかったんだ、ビスター。はいはい、もうこれで、これ今また来たな、結果に対。ああ、はいはい、進化前もキラつきましたね。はい、じゃああと22連で確定の赤髪なので、はい、じゃあ80連目いきましょう。おお、赤髪来た。おお、2枚か。88連で3枚出て、普通の時に出てるので。おお、ビオラさ、おお来た、ありがとうございます。 0.3%、 普通に引きましたね。威力でござんすが、ちょいとお力添え。おお、今回は、あ、進化後のベラミンもありがとうございます。これで進化後3体レベル以外出ましたね。はい、まあまあ、イノアラシも引けたので、まあ3体普通で赤髪引けて1体確定のところで出てるので、まあ4体か。もう10連で確定になりますけど、ちょっと今日はここまでにしておきましょう。なんか最後の赤髪はもう別に欲しいものもないので、はい、今日いろいろガチャが来すぎているので、できるだけ使わないでいきたいので、88連で、まあ新キャラはレベッカ以外進化後も進化前も引けて、でそれ以外のやつほとんどもう今交換しちゃってるんで、まあ今回引けた新キャラ大体今画面に映ってるここら辺で全部ですね。私は世界長兵の新参者ですが、大将という立場を受けたからにはやりてえことがある。桜花七武海制度の完全撤廃でごぜえやす。軍隊は市民の被害を最小限に抑えるために戦うべきだ。一が出るか罰が出るか、この首一つかける覚悟だ。はい、まあ、こんな感じですね。トレジャーマップでも使っていこうと思いますので、ご視聴ありがとうございました。